ちは、こんばんは、おはようございます。福チーヌの部屋へようこそ。今日はね、全部もうまとまってる話をするというわけではなくて、福チーヌの中ってちょっと半分くらいまとまった話で、ね、以前は、まあ、出す動画1000回以上再生されたんですけども、今回、最近あんまり再生されないので、グダグダになっちゃってもいいかなっていうのと、最近ちょっと気づいたことっていうのをシェアしたいなと思って、で、それは私だけではなくて、多分、チームチーヌの方でも、一緒に考えてみたりとか、通りすがりでこの動画を再生した人でも共感できる部分があるかもしれないし、ないかもしれないしっていう話です。で、これから話したい話題っていうのは、自立と依存と中心軸。で、自立と依存と中心軸の話はもう、このチャンネルでも何回もしてるんですけども、まあちょっとさらに、私の中で気づいたことっていうのがあるので、それを踏まえながらやっていこうと思います。で、まず最初に福知犬自身が自分軸かっていうと、これは難しいんですけど、最近ね、自分軸じゃないということが気づきまして、でも他人軸でもなくて、他人軸でもなくて、例えばさ、モコリーナさんっていう白血病で、白血病というか、リンパ腫で、抗がん剤治療してた、猫と一緒に暮らしてるときは、モコリーナ塾で生きていて、で、トート君がもうすぐ1歳なんですけども、子猫のときは、もう本当、愛情をかければかける分だけ猫って大人になってからも可愛く育つので、トート君塾でなったし、で、福チーヌは、恋愛をすると、自分塾よりはパートナー塾、になっちゃうんですよ。パートナーがこうだからこうするとか、ね、最近ね、もうまた、いろいろと、まあそこら辺は置いといて、で、人間関係においても、やっぱり自分軸で自分で自立してて、お互い、相手も自分から自立している人同士が、パートナーになることによって、その二人の力が 200% にも 300% にもなるんだけれども、どちらかがどちらかの軸に従ってしまっちゃうと、それはもう二人合わさっても 1.5人力になってしまったり、 1.2 人力になってしまったり、逆に相手の足を引っ張るようなパートナーだと 2人なのに 0.5 人力になっちゃったりするよなっていうのを最近考えていたっていうのと、福チーヌのところでは、ほぼほぼ、なんちゅうか本ちゅうか、生徒さんに、自立と依存と中心軸っていう感じで、占いとかスピリチュアルの中には、例えば占いで、占いの館とかに勤めると、クライアントさんを自立させるよりは、依存させなさいっていう方向の営業だよね。うん、これこれこうでこうした方がいいから、こういう時はもうちょっと自分で考えて行動しなさいよじゃなくて、いつでも相談にしてくださいね、みたいな感じで依存させるっていうのが、占い師の、本心じゃなくても、占いのところの、売れてる占い会社なんかはそういう風に持っていったりとか、あとスピリチュアルでも、私のこの考え方に従ってさえいれば、皆さん幸せになりますよっていう感じで、相手の判断力とか、
相手の、なんだろう、自立力を奪ってしまって、あの、私の言う通りやってれば皆さん幸せになりますよっていうようなものではなくて、うちは基本的にはあのパスワーキングなどを通して、あの、自分の中の内面の光と闇を統合して自分軸になっていくっていうメソッドを提供しているんですね。で、その中で、あの、先生に対して淡い恋心とか淡い尊敬とか、あの、を持つのは構わないんですけども、そこからチーヌ依存になっちゃう人が今まで何人かいて、で、チーヌ依存になっちゃった人はもうしょうがないから私の方で切るんです。切るというか、まあ、あの、うちに通わないでくださいとお願いするんですけども、で、どういう人がチーヌ依存になるかっていうと、今までのをもうセラピスト歴20年以上、あの、境界霊人格、あ、境界霊パーソナリティ障害の方と、統合失調症の方と、ちょっと左脳を手術で取っちゃった方、一部だけどね、取っちゃった方と、やっぱ、あと ASD の方と、あの、多分、最初、健常者として通ってたんですけど、なんか、あの、帰ってるうちに精神的プレッシャーがかかって、ちょっと、あの、神経症のような症状になってるなと思ったら、最終的に陰陽反転して、チーヌ憎いになっちゃったから、あ、この人、境界霊パーソナリティだったんだっていうような人もいて、うん。で、思うのはやっぱりね、あの、スピリチュアルにしても、瞑想にしても、やっぱりね、あの、うちのキャンセルポリシーのところに、あの、ちょっと障害を持ってる方は事前に相談してくださいねって書いてあるんですけど、障害を持ってる方、あんまり事前に相談してくれなくて、通ってる間に症状が出たり悪化したりするんですけどね。うん。やっぱり、あの、魂の錬金術、パスワーキングは魂の錬金術って言ってるから、本当に内面を、あの、積み木崩し、みたいな感じで、一度積み上がった積み木を一度崩して、また正しく積み上げる形になるので、内面に向かう力が弱かったり、ちょっと、ね、神経症とか、ね、脳に問題を抱えてらっしゃると、そこで自分に向かう力が弱まってしまうなっていうのを、ちょっと漠然と感じました。あとね、あの、自分軸っていうのを分かってらっしゃらない方で、なんかもう、あちこちの本とかの文献をブログで紹介しながら、で、全部、あの、自分の都合のいい文章だけ、あの、継ぎはぎをで書いてらっしゃる方もいらっしゃる。それもね、自分軸じゃない。自分軸っていうのは基本自分発信ですよね。あの、参考にする人や、人がいたとしても、あくまでもそれで自分がどう感じたかどうということで、メインが外側で、それに対して補足みたいなことを言うんだと、それはもう自分軸ではないですよね。うん、自分が日々何を感じ、何を考えているのかを必ず外界のね、あの、ブログとか本とかから、YouTube とかから得るのではなくて、自分の中の気づきっていう風にもう少し目を向けた方が、自分ってどういう人間だっていうのが分かってくるんじゃないかな、と思うっていうのと、ね、福知犬も誰かに依存、とか他人には依存しないんで、まあ、パートナーは他人なのか他人じゃないのかっていうのがありますけれども、あの、依存とは違うんだよね。依存じゃなくて、軸を他人にしちゃうってことをしていたな。モコリーナさんの時はモコリーナさん中心で、トート君が子猫の時はトート君中心で、パートナーができた時はパートナー中心。でもそれだとダメなんだなっていうのを気づいたっていうことです。で、やっぱりうちでどうしても、うち通ってもダメだなと思って、ごめんなさい、もう来ないでくださいっていうのは、依存が強すぎ
る人なんですよね。で依存の対象を求めてるスピリチュアル業界の中にはやっぱりね、あの依存の対象を求めてスピリチュアルをする人っていらっしゃるんですけれども、その人はなぜ依存しちゃうんだろうねっていうところから考えていって、自分が自分の中心から自分の感じることを感じて、それを自分で肯定できていれば自分を愛せるようになるし、自己肯定感もつくし自分軸になるんですけれども、他人の評価が気になっちゃったりとか、誰かに認められたいとか、誰かに依存したいとかになっちゃうとダメなんだよねっていうことで、そのためのツールがパスワーキングとかだったりするんです。だったりするし、その中で、依存じゃなくて自分の中の光、闇とかを見つめて、自分でそれを統合するっていう方法を教えてあげても、その中でもう依存の方向に行ってしまう軸を、例えばパスワーキングとかにやって自分の深い闇とぶつかった時に、それは自分で自分を許していくっていう作業をしていかないといけないし、自分の外界は自分の内面世界の反映でしかないから、誰かのせいにするってはいけないんですけども、自分がこうなったのは全て親のせいだ、そしてこの辛さをなんで先生は分かってくれないんだになっちゃったら、それはもうパスワーキングやってる意味がないよね意味がないよねってなっちゃうにっていうか、まあそんな生徒さんはいないんですけどね、今は。で、パラカティティで消えていてれば、スライティティで消えていてれば、スライティティで消えてね、だからこれはね、もう、だから、まずは、普通の方、だから、精神病とか持ってなくて、あと発達障害とかも、もう、発達障害は全部ダメってわけじゃないですよ。全部ダメってわけじゃないですよ。ただ依存をするっていうことと、自立をする、自立っていうのは自分で律するっていうことと、中心、自分の中心軸で自分の中心軸を保つっていうことはすごく重要だと思うんです。でその中で誰かに認められたいっていうのは違うんだよね。その前に人からの評価っていうのがあって、でいろんな人が評価するけど、この人から認められたいから頑張るっていうのは違うんだよね。自分で認めてあげようよっていう、自分で自分を認めてあげないのみたいな感じですね。福地犬なんかはもう自分で自分を認めてるし、自己評価も高いし、自分のことを愛していて、さらに自分の身の回りの誰か、家族とかパートナーと呼ばれるものの誰かが、大変な状態の時はその人を中心に考えてしまうんですけど、それもあまり良くないなっていうのを気づいたっていうことなんですよ。なのでまずは自分で自分のことを愛せるようになりませんかっていう感じですね。じゃあ最後に毎回やってるワークなんですけれども、自分の地球の中心と宇宙の中心と軸を結んで、さらにハートの中心に愛を感じるっていう呼吸法、誘導瞑想、呼吸法を最後にやっていきたいと思います。まあ、いつもやってることなんですけれどもね。じゃあ楽に座ってください。どんな座り方でもいいですが、背筋が伸びる感じで、椅子でもいいですよ。背筋が伸びる感じで座ってください。深い深呼吸をして、吐く息と同時に、体中のいらないものが円から地球の中心に出ていきます。地球の中心でろ過されたエネルギーが円陰から丹田と溝落ちに入ってきます。
今度はちょっと思考を変えてみて、今までは中心軸を通して丹田と水落ちまでエネルギーを上げてましたけど、今度は地球の中心から上がってきたエネルギーを尾低骨を通して、背骨側を通して頭のてっぺんまで上げてください。そしたら宇宙からのエネルギーが、それと平行するようにぶつからないで頭のてっぺんに降りてきて、頭のてっぺんから頭の前側、額と鼻と喉と胸の中心と水落ちと丹田を通して、また地球の中心に、地球から上がってくるエネルギーが赤で、背中側を通って上に登っていきます。で、宇宙から降りてくるエネルギーが白で、頭のてっぺんから顔の前面、体の前面を通して地球の中心に回っていきます。しばらくその呼吸に意識を集中してください。もうこの呼吸法をやってるだけで今すごい腹筋に汗かいてきましたけど、今私たちは地球の中心と宇宙の中心をつながる光の柱になることによって、中心軸を整えています。呼吸法というか光の瞑想によって、この地球の中心と宇宙の中心を結ぶ光の軸に人間がなれると、あれですね、私たちは宇宙に満ちている無条件の愛のエネルギーと共鳴することができます。無条件の愛のエネルギーというのは、まあ、パールホワイトですね、色付きじゃピンクとか黄色とか色がついてないパールホワイトの純白のエネルギーです。じゃあその純白のエネルギーがハートの中心で、ハートの中心から宇宙の中心と共鳴しているのをイメージしてください。で、感じにくい人たちのために、このハートの中心で感じるべき宇宙の中心の無条件の愛のエネルギーを皆さんに今流してますから、これさ、まだ収録中なのにさ、すっごいエネルギー量が出ていきますよ。これアンコンディショナルラブの、宇宙にはこのアンコンディショナルラブのエネルギーが満ちているんですよね。この宇宙の中心から流れ出てくるパールホワイトのアンコンディショナルラブのエネルギーで、ハートの中心が癒されていって、苦悩を皆さん感じてください。パラパシティキー、パサラティティス、プラティティキー。
リキリディスプラディ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 リキリディという三次元世界で生きていかなければならないので、今この瞬間このヒーリング誘導瞑想エネルギーワークによってハートの中心にホッホッホッという安らぎや温かさを感じたら、それをチャンネル登録チャンネル登録してください。チャンネル登録っていうのは、私の YouTube もチャンネル登録ですけれども、自分のボディアッパディ、アッパディ、ボディにあのメモライズ、チャンネル登録をしてください。で、そのことによって、ブラケーティリオス、ブラティ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 リオス、ドゥドゥドゥブシ、どんなに、ね、皆さん、会社とか、学校とか、周りのアルバイト先とか、波動の荒い人と会うことありますよね。で、なんか、あーやだな、あーと思った時に、この、自分の感覚にチャンネル登録をしておけば戻ることができるんですね。なので、ブラカセディリキリディスディディディ、この一度このブラセディ、この無条件の愛につながるという体験をしてしまえば、いつでもあなたは戻ることができます。ブラカセディリキリディド、ブラセディリキリディエサ、ダララララ、ピーディー、ディドラサ、ディディディキリディエサ、バレディディキリディディダバサ。地球という大地のゆりかごパラバセディキリディバセの中に生まれ寄ってきました。パラディディディキアデバセバリディアバヘー。この大地のエネルギー、地球のエネルギーというのを感じると、パラバディディキリディディスラディ、愛と慈しみの生き物を育てるというエネルギーに満ちているのが感じられますね。これが生理的に。はぁー。それは、その感覚に目覚めるためには、自然を感じ、その自然を感じたときに、内から湧き上がってくる感動を高さで生きるという、それを生きる。その、バラで生き、地球との一体感、自然との一体感の中で、自然に内側から湧き上がってくる愛や喜びを感じてください。デスプラディディアサーエね、皆さんもし都会に住んでるとしても、公園に行けば疑似的な自然は体験できますし、ブラカディリできる、ね、地方に住んでる方ならば、ちょっと電車や車で奥地に行けば自然はたくさんありますよね。はぁそのブラカディリできる植物いや自然のもう愛と喜ぶのエネルギーがすごく満ちているので、バラディディ的、特にね、バラバディディ的、秋から冬はそれがちょっと弱まってしまうんですけど、バラバディディ的って言うとさ、もう春から夏にかけては、バラディディ的ディディディオスプローディ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 、あー、ブルーベリー、
愛と喜びのエネルギーで満ちているので、ブラカーディディキーディディブスラディディキーディ、皆さんもブラパーディディディキーディディウスプルート、宇宙からのエネルギーも感じるし、ブラパーディディディキ、仕事で行き詰まった時とか、ちょっとストレスを感じたなっていう時は、自然の中に行ったり、ぼーっと海を見つめたり、その自然の癒しのエネルギーも受け取ってみてください。ブラパーディディディキーディディウスプラディ。そうしていくと、自然にですね、誰かに依存したいとか、誰かに助けてもらいたいとか、誰かの話を聞きたいではなくて、自分の中から愛が溢れ出てくる。宇宙とつながって自分の中に無条件の愛も入ってくるし、自然を見て大地から本当に喜びのエネルギーもハートの中心に、だから宇宙から無条件の愛、大地から愛と喜びのエネルギーっていうのが中心軸を整えることによって宇宙と大地から入ってくるので、だからそうやってできる。そうすることによって自分の中から、自分のハートから愛が溢れ出てくる。そうすれば他人に頼ることがない。だからそうやってできる。そしてその愛が溢れ出ていれば、人に対して愛も与えられることができます。その宇宙と地球とつながって愛が溢れている同士が出会うから愛が共鳴するであって、どちらかに依存したり、どちらかの立場に立ってしまったり、どちらかを中心にしてしまうと、それはもう愛ではなく依存になってしまいますから、これは私へのメッセージ。以上です。